こんにちは、真田光明です。今日はですね、修羅の美学、迷宮からの脱出についてお話します。修羅の領域に存在する巨大な迷宮をですね、ゴールに向かって歩んでいる中ですね、壁にぶち当たってしまったとします。この際ですね、999人が左に進んだら失敗してしまった、その場合は右に行けば正解だ、まあ、そういう形でね、巷にあふれかえるノウハウの本の類でですね、言われている場合が多いんですけれども、まあ、けれどもですね、現実には左行ったら失敗だった、右行ったら正解というふうになるかというと、そうでもない場合が圧倒的に多いわけなんですね。右も左も両方失敗でですね、迷宮の壁をジャンプするとか、穴を掘って進むとか、はたまたしばらくその場で休んで動かない、まあ、そういうことが正解だったりするっていうこともよくあるわけなんです。だから普通の方々はですね、いくら市販の書籍とか一般的なセミナーとかね、 YouTube の動画から学んでもですね、なかなかゴールに到達できないわけなんです。大富豪ファーザー、香港大富豪、華僑大富豪、僕がこれまでリアルな世界でお会いしてきたですね、何十年以上も生き残り続けてきた修羅には共通点があります。皆様ですね、表現こそ違いますが考え方が一緒です。壁にぶち当たった時に回避しながらもゴールに到達する時の考え方も非常に酷似しているわけなんですね。